皆さん、ご自身の爪にコンプレックスはございますか？私の爪って指自体も左右大きさが微妙に違うくて、5本の指1本1本に特徴があります。ネイリストさんされてる方ならよくご存知だと思いますが、いろんな爪くるでしょ。まあ私の爪は一言で言うと反り爪、先太りタイプ。ほんで髪みたいにペランペランですわ。髪の毛で言うと傷んだ枝毛、乾燥して薄くめくれ上がった層がオフするたんびに剥がれて、まあ長年ネイルやってる方ならば同じような悩みがあるのではないでしょうか。行く爪を何度も試みましたが、ギブアップしてしまうんですよ。わかります？お肌のターンオーバーは3ヶ月と言われてます。元の状態に細胞が戻るまで3ヶ月。爪もそんなもんちゃいますかね。3ヶ月間もネイルできないなんて耐えれませんよね。いろいろ対策考えましたよ。粘土ジェルで取り外し簡単なチップとか。やっぱり私のこだわりは自分の爪と一体化したロングネイルなんですよ。ペランペランの反り爪でもしっかりした土台を作って長持ちする美しいロングネイルを今一番簡単な方法でちょっとやっていきたいと思います。使う筆はなんとダイソーの100均ブラシです。これなんでこんな使いやすいの？ YouTube でプロのネイリストさんがこれええで言うてたから、それからやねんけどね、全種類試しましたが、他にもあるよね、アンギュラーとか。主に使ってるのはこの3点です。一番好きなのが真ん中のスクエア。この一番左のライナーは今開けたばっかりの皿やねんけど、いつもよりちょっと毛量が少ない感じです。まあそういうこともあるよね。100円やし文句は言わへんよ。お高い筆ってまるで腫れ物に触るかのように丁寧にジェルクリーナーで洗い、ジェルで湿らせ、毛並みを揃え、キャップをつけて大事に保管しますよね。それに対してこの子たちは毎日何回も除光液でバッシャバシャ洗ってるけど全然へたれへんし丈夫。ジェルが付着したまま一晩置いても翌日アセトンにつけたったら元に戻ってくれますしね。動物に例えるとチャイナから借りてるパンダとゴミ箱の残飯あさって喜ぶカラスぐらいの差あるんちゃいます？ほんまは野良猫って言おうと思ってんけどね、猫様に失礼ですよね。我が家の元野良猫様たちには人間より良いお食事を食べていただいてますし、最高のケアをして差し上げてますよ。ネイルの話はどこへ行ったんか、だいぶ話が逸れてしまいました。いつものパターンですね、すんません。ベースジェルは特にこだわりはないですけど、リーズナブルで質が良いといえばこちらちゃいますか。ややこしい匂いもないしね。ベースを塗るところからやるのは初めてです。前回この方法で随分長持ちしたので1ヶ月以上持たせたっていうかね、ほんまはもっと持ったと思いますよ。しっかりついててんけど、最後にブラックカラーのジェルをつけたんで残留色素の沈着がちょっと気になったので全オフしました。次はクリア系のカラーをやりたかったので黒いところをね取っていったらだんだん形が崩れていって、こんなもん付け替えた方が楽やわ思って取りました。この1ヶ月ちょっとの間に5回ぐらい模様チェンジできましたよ。だからダークネイルをする場合は最後の方にしといた方がええね。今画面で一生懸命やってるのがオーバル筆でベースジェルをすり込んでます。ダイソーのオーバルは腰があってこの作業をするのに非常に向いてます。筆を一方向だけじゃなく四方八方からめくれた層にジェルを染み込ませるように結構キワキワまで塗るのが好きです。ぶっさいくなスプーン爪みたいなもんやからね。横筋も入ってるし、一つの健康的な爪を作るかのようなイメージでやってます。誰に教わったわけでもなく、長年セルフでジェルネイルをしてきて学習したことかな。自分の爪のための自分流ですか。ダイソーで購入したコットンが巻き付けられたスティックで流れたジェルを丁寧に拭き取ってますよ。これは便利やね。今はどこでも売ってるよね。人差し指は反り爪というより他の爪に比べると和紙爪の方かな。特に利き手の人差し指は取れやすい。やっぱ結構いろいろね負担がかかるので、なんかつまむ時とかほじくったりとかね、頭かいたり耳かいたりとかね。
これは一度塗り目をしていますが、すべて二度塗りをしていきます。ジェルチップを接着する前に、普通の反ってない健康的な爪を作るイメージでやってますからね。さっきも言うたな。このコットンスティックはエタノールなどを染み込ませたもので拭いてますよ。そして中指です。他の爪に比べると先太りがきつい爪となっております。なぜ反り爪になるのか。私の場合、私が思うには深爪だからです。生まれつき挿下皮が短い、いわゆるハイポケニウム、ピンクの部分を伸ばす方法とか言うて、爪ケア資格もない素人さんが語ってる投稿をたまに見かけますが、それはね、傷んでなったものであればケアで何とかなりますが、生まれつきのものは治りませんね。まあ、自分の爪の中で一番ややこしいのが薬指かな。深爪具合もきついし、サイドの肉がむにゅっとなってて一番形成しにくいんですよ。一度のベース塗布で形成する方法もあるんやけど、サイドの肉がむにゅっとなってるせいでジェルがね、横に流れやすいんです。これが薬指です。横アーチが強くて巻き爪です。巻き爪の反り爪ってどういうことかな。反り爪は鉄分不足とか言いますよね。鉄分とコラーゲンのサプリメントの出たんですけどね、反り爪は子供の時からやからね、ビタミンが吸収しにくい体質なのかな。ちゅうかね、コラーゲン、ヒアルロン酸は口から入れても外から塗っても吸収はしないですよ。注入するしかないよね、注射器で。目の下のナメクジとか唇のたらことかね。美容整形してはる人います？否定はしませんよ。自分の稼いだお金で良い先生に当たって失敗されなかったらいいと思いますね。失敗で思い出したけど、 TikTok やスレッズの投稿で最近よう見かける失敗ネイルありますやん。あれってやらせやと思いますよ。最初に出した人がめちゃくちゃバズったから SNS の芋づる式現象っていうんかな。まずね、下手くそすぎてありえへんちゅうことと、口コミ第一の商売やのにサロンの評判が落ちるような施術をさせるわけがないと思いますね。そんな浅はかな投稿をね見て真剣にリプしてはる人とか反論してはる人がおるんですけど、本人のインスタ見に行ったらまともなネイル投稿でしたよ。スレッズもやり始めて間もないからフォロワー増やしたいだけやと思いましたね。言うてる間に二度塗り目のベースも出来上がりました。どうですか。今回は新しいネイルチップを使うので、それに合わせてベース作りをしましたよ。これぐらいのベースを作っとかないとロングチップに耐えれないしね。建築土台のコンクリートの基礎と一緒ですわ。しっかりした基礎がなってないとウッドデッキも早く潰れるし、マンションや家も地震でね、もうすぐに潰れますよ。手抜き工事はあかんよね。今回の接着に使ったのがこの2つです。前回と右手は上のビジュージェルでつけました。ほんでね、いつも利用してるネイルショップのインスタをちょっと覗いたら、下のグルージェルで試してみたって投稿がありまして、これ以前購入して持ってたので私も使ってみようってなりました。何でもチャレンジなんですよね。最初に誰かが何かをやって、そして広まり流行っていく。それはネイルの世界に限らず、ファッションや美容業界など全てです。このネイルデザインの生みの親はどんな方なんだろうって。うちのベイビーちゃんたち、猫な、どこで生まれて赤ちゃんの時はどんな姿で、お父さんとお母さんはどんな模様やったんやろうなって気になるのと同じですよ。このビジュージェルで思い出したけど、以前こんな動画出してました。この動画のコメントに、ビジュージェルで寝かせたし、プロはそんなことしませんよってクソ素人で笑ったみたいな。こいつもっさいネイルしかできへんババアやねんけど、あんな私に絡んできてちょっとでも怒らしたら掘るよ。私が SNS で生きていくために心がけてることがあります。自分から絡まない、喧嘩売らない、反対意見の赤に乗り込んで書き込むのは暇でしゃあないね、隠居したジジイとババアばっかりなんですわ。ネイルに関して言えば、ご近所さんのものを見ない、パクらない、参考にしない、真似したい人もいてませんしね。まして100均プチプラセルフネイルくくりなんかではありえませんよね。違う意味ではリサーチしますよ。例えば私が何かを考えました、誰もやってないか徹底的にリサーチして、ないと分かるとやりますし、
バブルネイルって流行ったじゃないですか。空気が入ってるにもかかわらず、表面がつるんとしてて不思議で、なんて可愛いんだろうって、作ってみたいってなって、でも作り方は購入しなくてはいけないんですね。当然ですよ。まずは自分で考えてみようってなって、2回にわたりこのような動画を出しました。その頃はまだほとんどやってる人がいなかったので、このやり方は私の完全オリジナルです。このやり方を2回にわたり近所のやつが被せてきましてね。その相手はプロやから手際はいいですよ。お前な、うちよりうまく作んなや、ほんま。って思いましたね。その人はパクリの常習犯で有名です。オリジナリティが全くない？私の発言には証拠と裏がありますよ。この3つ目の平面バブルは、韓国の方がね、ガチ道具で刺しとったんで。で、それをね、参考にしましたよ。間もなく11分が経とうとしています。まだぼやきたいことあってんけど、ええ加減にしときます。すんません。右手の長さ出しは、上の美獣ジェルで、9割型仕上がった状態です。このジェルチップの特徴が、接着する部分に柔軟性があって、余計なカーブも少なく、どんな爪の形にも対応できるのではないかと感じました。私の爪に合わせてみると、根元の角が邪魔なので、親指以外は削りました。ほぼ指の先から爪が生えてて、美しい形の方はどんなチップでもハマりますよね。ほんと羨ましいです。コンプレックス爪の我々はほんと苦労してますよ。でも、日々進化してるジェルチップに、しかも激安でね。ありがたいと思ってますよ、ほんま。では、親指からつけてみたいと思います。まずは、左手の親指を美獣ジェルでつけました。チップの裏にアセトンを綿棒につけて少し拭いてます。サンディング済みのチップとなっていますが、機械的に作ったサンディングは何の効果もありません。チップの裏をマシンとかで上手にね、サンディングする方いらっしゃいますけど、私ちょっと苦手なんでやりません。この美獣ジェルの密着力はすごくて、大きなパーツもちゃんと固定してくれるし、ノンワイプやし、何より万能でクリアのスパイダージェルみたいなもんで、アートにも使えるし、ミラーもちゃんとつくしね。私はめっちゃ気に入ってて、何個か買い置きしてますよ。納豆の糸のように細く、モッツァララチーズのようによく伸びる。ちょっとね、粘りはありますが、適量取り、チップの根元にこのように置きます。そして、根元を3ミリほど開け、空気を抜くようにそっと置き、手を離しても動きません。今ではもうこういうタイプの接着ジェルも多くのメーカーから出ているようですよ。手を離しても動かないので、まっすぐついているか、サイドに隙間はないかとか、いろんな角度から確認してから交換をいたしますが、私の場合、爪が先太りなので、両サイドを軽く持ち、ライトに入れ、表面が硬化したのを確認したら、持っている指の力を少し強くし、矯正させるイメージで少しずつ指をずらし、全体を硬化させます。しっかりとシェイプされ、なんとか成功したのではないでしょうか。続きまして、他の爪は、このグルージェルを使いましたよ。この商品ね、アートホイップジェルになれへんかなと思って買ったんですけど、見たらそんなにホイップでもなかったんですよ。だからそれ以来しまってました。1年以上前かな、もう記憶にないほど。やっと使う時が来てよかったですよ。私は全部の爪にベースジェル硬化後、未硬化をね、拭き取ってから接着しますので、爪の表面にツヤがあるの分かります？このツヤはスポンジバッファなどで削って、ツヤを消してから接着すると密着度はさらに高まりますよ。それがなぜ分かったかと申しますと、この中指ね、この後5回ぐらい失敗してて、久しぶりに長さ出しすると緊張するんですよ。まあ撮影もね、しながらやから、わずかな硬化時間のせいもあって、失敗の1回目は、接着部分の除去がしやすかったんですよ。2回目からは、それができなかった。これのどこを失敗かというと、丸で囲ってるところです。大きめの気泡ができてしまったので、細かい気泡やったらね、ほっとくねんけど、気泡部分を削って、ジェルで埋めるという方法もあるんやけどね。それやるとね、あんま汚くなるんで。この後ね、動揺してしまったのか、何回も失敗してます。これまた再チャレンジしてますが、これもどこを失敗したのか、ちょっと覚えてない？もうね、もう中指飛ばして、もう薬指、もう行ってますよ。
薬指は一番よく失敗します。巻いてるし反ってるし曲がってるし、他の爪と同じようにつけてサイドを持って硬化させましたよ。今回は意外とね、一発で成功しましたよ。しかしよく見ると先端に少し浮きがありますね。ちょっとジェルが足りなかったのかな。それよりもまっすぐつけれたことに大満足してます。浮いてる部分はジェルを流し込んだら解消できますので、同じものが良いかなと思いグルージェルを使いました。柔らかいのでうまく入ってくれましたね。ついでに爪裏も全体にね、つけましたよ。こんなに透明感があってピカピカです。最後は小指もつけて接着までは出来上がりました。そしてこの後は爪裏にもベースジェルで少々厚みをつけて、そしてその上にノンワイプで仕上げるんですが、このベースジェルパッケージ見てご存知の方いらっしゃると思いますが、 7,8 年前に買ったやつで冷凍室で保管してました。これは室温に置いとくと3ヶ月ぐらいで劣化し始めて使い物にならなくなります。今販売されているものと中身が同じ成分かどうかは知りませんが、上手に保管さえすればベースジェルも安い時にまとめ買いするのもいいと思いますね。私の冷蔵庫は化粧品だけを入れるものを他にも置いてます。まあ、お酒もね入ってますけどね、ビールとかワインとか。シーンでね、ええの見つけましてね、セリアのノンワイプに代わるトップコートをね、だいぶ前に買うて今回初めて使いまして、硬化も早くペタペタしない、ツルツルサラサラいう感じ。この容量見てくださいよ、50ミリも入ってるんですよ。せやのに500円もしないんです。すごくないですか。どんどん溜まる空ボトルのゴミに困ってたので、これでまた一つの悩みが解消されました。この後ね、表面の段差をマシンで削り、ビルダージェルで覆い、しっかりとしたロングネイルに仕上げるんですが、クソ長すぎて私もしんどいし、皆さんも耐えられへんと思うので2回に分けたいと思います。あとまだ10分以上ありますね。耐えられへんやろ。それでは私のアカペラ歌唱に乗って終わりたいと思います。多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色あせる。今の気持ち僕の心、アカペラで歌うけど。おおきに、ありがとうございました。